あずまやの日日これ口実。どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日？から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。11月28日、今日は何の日？1878年の今日、寺田寅彦が生まれました。寺田寅彦は物理学者でエッセイスト、俳句も読む俳人であります。寺田は東京市麹町区、現在の千代田区に高知県出身の両親のもとに生まれました。1881年に祖母、母、姉と共に郷里の高知市に転居します。高知県の尋常中学校を経て、1896年、熊本の第五高等学校に入学。夏目漱石に英語、田丸拓郎に数学と物理を学びます。夏目漱石からは俳句も学ぶようになり、ホトトギスなどへ投稿したりしていました。また、夏目漱石を主催とした俳句結社、四名吟社を結成しました。1899年、東京帝国大学理科大学に入学。田中舘愛吉、長岡半太郎の教えを受けます。この頃、夏目漱石はイギリスに留学しており、ホトトギスの正岡子規も亡くなりました。寺田は1903年に東京帝国大学理科大学実験物理学科を首席で卒業し、大学院に進学しました。1907年、夏目漱石が帰国して朝日新聞社へ入社。同年、田丸拓郎は東京帝国大学の教授に就任しました。1909年、東京帝国大学理科大学助教授に任命され、地球物理学研究のためにベルリン大学に留学します。1911年に帰国後、農商務省から水産講習所における海洋学に関する研究を嘱託されます。1913年、自ら X 線解析実験を行い、X 線と結晶をネイチャーに発表。また、著書、海の物理学を出版しました。この海の物理学という本はローマ字で書かれた学術書です。ちょっと珍しいですね。1916年、東大の卒業式に X 線によって原子配列を示す実験を展覧で供しました。東京帝国大学理科大学教授に就任し、物理学の基礎という本を執筆し始めます。1919年には胃潰瘍で吐血。その後、大学を休んで静養している間に、メーテルリンクに刺激されて随筆を書く、エッセイですね、を書くようになります。この年、物理学序説という原稿を起こしました。1922年にアルベルト・アインシュタインが来日した際には聴講し、歓迎会にも出席しました。1923年に関東大震災が起こりますが、その後精力的に震災被害の調査を行います。1924年からは理化学研究所の研究員となり、1926年からは東京帝国大学地震研究所所員を兼務しました。寺田は1935年、転移性骨腫瘍で亡くなりました。皆様もよくご存知の、天災は忘れた頃にやってくるは寺田の言葉です。今日はこの辺で失礼いたします。
ありがとうございました。